マキシマムザホルモンについて。えー、はい。え、曲について、この曲のこのテンポチェンジがいいみたいな感じで、ちょっと深掘りした感じでお話聞いてみたいです。はいはいはい。俺の大好きなアーティスト、マキシマムザホルモンね。まあ、高校の時、マキシマムザホルモンしか聞いてなかったな。 僕がなんでマキシマールモンのこと好きになったかっていうとまあいや全部好きよ曲も好きやし人も好きやしライブも面白いし言うこともおもろいし曲めっちゃいいし歌詞もおもろいし全部あるけど一個はこれすげえなーと思ったんはまああのバンドスコアをもうアナーくぐらいまで読んで高校生の時にまあで実際にコピーして気づいたんですけど「えっと、ロッキンポ・ゴロシっていうアルバムの曲でね まああのアルバムめっちゃいいんですけど、にニトロ BB 戦争とか、フォーリングジミーとか、と川北サルウィンっていう、まあ、名曲3曲あるんですよね。で俺はこれ全部好きやし、めっちゃ好きやねんけど、あのー、コードし進行がね、まあ似てるというか、まあ、原理一緒というか、俺はホルモンといえばこれやってその時思ったぐらいやね1645とかなんか言うやん。音楽理論詳しい人。俺すごい、それはちょっと勉強してんかわからんけど、でも、 あのこの信号カノン信号なんかなわからん、ごめん。えー、ニトロ BB 戦争がサビ、C、G、A マイナー、で、G 一回挟んで、F、G、C みたいな。カノンではないけど、なんか、ぽいやつ。わかる ?C、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 C, C、G A、A マイナー、A マイナー、G、F、F、G、C みたいな感じなんですよ。たぶんこんなやった。で、フォーリングジビーは、 その同じ進行を1音上げたやつやね D から始まって DABAGAD A, 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 みたいな感じだかなこれギター弾く人やったら分かるけどこの指の動き一緒やねんで川北さんにはその間 C シャープ G シャープ A シャープみたいなちょっと若干ちゃうんやろうけど何やろゾーンが一緒なんよなであんなに 無限のメロディー出ててくるっていうところが好きですいや似るで普通もっとめっちゃその3曲を聴き比べてわあって思ったまあまあ川北ルインは前奏がそうであそうか歌ってる時には厳密に言うとそのコード進行はしてないんですけどまあで,でも雰囲気はさやっぱそうやからいや半音ずつずらすだけでこんなまた変わるんやっていうのでめっちゃ好きですはい。